次は、県が進める仙台医療圏の4つの病院を再編する構想についてです移転先とされた名取市と富谷市が、新たな病院の建設候補地を県に示しました県が進める仙台医療圏の再編構想では、名取市の県立がんセンターと、太白区の仙台赤十字病院を統合して名取市に、名取市の県精神医療センターと、 青葉区の東北労災病院をそれぞれの経営主体は残したまま富谷市に集約させる方針です名取市の山田志郎市長と富谷市の和光弘俊市長は今日午後県庁を訪れ村井知事に移転先の候補地について提案しました名取市の候補地は上松異留地区の4.8ヘクタールの民有地です 国道四号沿いにあり、仙台東部道路の名取中央スマートインターチェンジから。一点三キロの場所です。東日本大震災の後に、百五十個の仮設住宅が建てられた土地で。今は更地になっています。富谷市の候補地は、赤石大地区のおよそ六ヘクタールの土地区画整理事業地です。東北自動車道泉インターチェンジから、およそ三キロ。 仙台市地下鉄の泉中央駅から3.5キロほどの場所です周辺は区画整備された住宅街に隣接し今年度中に土地利用の区画整備が完了する予定です両方の候補地とも市が取得し私有地として県に無償提供します両方の市の提案ではインターチェンジからのアクセスの良さから救急搬送の時間短縮になるとし 外来患者の交通の便も、最寄りの駅からシャトルバスを運行して確保できると強調しましまた。一番関心のあるものについてですね、きょう、両市長から具体的な提案をいただいたというのは、一歩前進だというふうに受け止めております、これで全ては決まるわけではありませんけれども、一つの大きなたたき台ができたと。一方、2つの病院が市外に移転することになる郡市長は。 誘致をしたいという漁師の思いの表れなんだろうと思いますけれども、事前にですねお話をお聞きしたかったと思います。多くの仙台市民が、また医療関係者の方々が、不安や疑念をお持ちになっておられるものですから、すべてが固まってからあのお伝えするということは、あってはならない話だというふうに認識をしております。県は今後 再編の相手となるそれぞれの病院の経営主体である日本赤十字社と労働者健康安全機構に対し今回提案を受けた用地を伝え病院として適した場所かどうか検討を進めるとしています県は診療科やベッド数、職員の数といった病院の概要について今年度中の基本合意を目指していて今回の用地の提案により 村井知事は話をしやすくなったと受け止めています。